セピロス騎士団遊撃小隊隊長ナミバナ騎士エウルア・ローレンスよ。そう、ローレンス。私は罪人の末裔。いずれ騎士団を裏切る者。今彼らへの復讐の計画を立てている最中なの。騎士と貴族のしきたりは似ているわ。ただ、騎士は小難しいところが簡略化されているの。私とセピロス剣術について学びたい？一人前になった君に復讐するのも悪くないわね。貴族たちの古いしきたりなんて聞き流してちょうだい。いつか私みたいに何百条ものしきたりを暗記させられても本気にしなくていいから。早く傘の下に入りなさい。君が病気になって体を壊したら復讐する相手がいなくなっちゃうじゃない。厄介な天気ね。雷の音は感知能力に影響を与えるわ。いい眺めね。高いところに登れば敵の位置が一目瞭然だわ。起きなさい。日の出前の2時間は徹夜した将兵が一番疲れている時間帯よ。絶好のチャンスなんだから。眠くなったところを襲われないためにも、お昼は穀物よりも肉類ね。柔らかな風とともに夜を過ごさんことを。旧貴族の挨拶の中では、珍しく耳障りのいい言葉よ。骨笛の子守歌が聞きたい？永遠に目が覚めなくなるけど、こういう復讐の仕方はつまらないわ。敵の内部に潜入すれば簡単に復讐ができるでしょ？だから騎士団に入ったの。セピロス騎士団に入ったからには基本の職務くらい全うするわ。じゃないと毎日ダラダラと過ごしている人以下になっちゃうじゃない。たとえ罪人でもそんな恥はかけないわ。遊撃騎士の役目は自由に攻撃を仕掛けたり敵の側面から攻撃して牽制したりすること。ルールが少なくて私にぴったり。ローレンス家の伝統は何も全てが無駄というわけではないの。少なくとも祭礼の舞は純潔と高貴で私の心を落ち着かせ数々の慰めをくれた。この何年もの間私はそれを忘れず全てのステップを体に刻み込んだ。だから私だけのセピロス剣術を学びたいのなら、まずはこの舞から始めないといけないってことよ。私たちって実は少し似ていると思わない？ほら、モンドからすれば二人とも外来者でしょ？ただ君は私と違って皆に歓迎されているけど、私はいつも警戒されて敵意を向けられる。君と私はこれからも因縁深い仇同士になっていくと思う。面倒だから、いつの日かまとめて清算しない？ 10 年後か、20年後か。安心して、私がちゃんと覚えておくから。でもそれまで無事でいてよね。罪人の末裔。この称号は決していいものじゃない。だから、私自身のやり方で復讐を続けないと、そこから脱出することはできないの。そして、復讐するためには力が必要。神の目を手に入れたのも、必然だったというわけね。私の骨笛にはいろんな音色があるの。敵を惑わせることもできて、とても実用的でね。よくこれを使って、波の音を奏でているから、波花騎士の称号も、これが由来ってわけ。でも、骨笛がリーウェのものだということは、誰も気にしていないみたい。それもそのはずよね。モンドから忌み嫌われている罪人が、人々に忘れ去られたリーウェ人の教えを受けていることなんて、誰も探求する気が起きないもの。本来はね、熟成したダンディライオン酒には、銀の杯を使うべきなの。12分間冷ました後に氷を入れて、氷の6分目のところにお酒が来るように調整する。でもそんな面倒なこと、私はごめんだわ。無氷花よ。その花から作られる粉末は、骨笛の音色をより透き通るようにする効果があるの。
どうして無氷花は数が少ないのかしら。アンバーはいつも自分勝手なのよ。私が騎士団に入った日も私の宿舎を掃除してくれたり、私を連れていろんなところに見学に行ったり、まるで私が妹に世話をされている姉みたいで、そんなのみっともないじゃない。この恨み全部覚えておくから。代理団長か。彼女と私の一族は宿敵同士なの。でも彼女は仕事とプライベートを分けられる人で、私の実力を認めている。私を騎士団に誘ってチャンスもたくさんくれた。だから彼女への復讐には見苦しくない敗北を与えようと考えているわ。面倒な女。彼女の頭脳には何千、いえ何万冊もの本が詰まっている。彼女はローレンス家の悪しき歴史を日付まではっきりと暗記しているわ。彼女ならあの人の行方がわかるかもしれないけど、そんなことを頼むのは気が引けるわね。一体どんな秘訣があればあんなに人から好かれるのかしら。もし彼女から何か学べたら、いや、やっぱりなし。アイドルと罪人の末裔なんてどう考えても噛み合わないもの。大団長。彼はとてもまっすぐな性格をしていて、つまらないことや噂も気にしない。ま、典型的ないい人ではあるわ。彼とは一度剣を交わしたことがあるけど、引き分けに終わった。けどあの気楽な表情におちゃらけた態度、きっと手を抜いていたんだわ。私を軽く見ていたのよ。この恨み絶対に忘れないわ。あの吟遊詩人が歌っているのを聞いたことがあるわ。ローレンス家のことを今まで聞いたこともないような口調で面白おかしく語っていた。私ですら笑いをこらえきれなかったの。この恨み絶対に忘れない。礼儀にこだわる必要もなく、他人の目も気にせず、一族の責任なんてものもない。彼の生き方は楽でいいと思う。あの錬金術師、前にアビス教団の拠点に潜入できる装置をくれたことがあるの。でも結局爆発しちゃって、その場で13体ものヒルチャールボートに囲まれたわ。後から彼女に落とし前をつけに行ったんだけど、申し訳なさそうに慌てていたし、壁にはずらりと並んだ失敗記録も貼ってあって、何も言えなかった。まあ体が汚れてみっともなかっただけで、傷を負わなかったからいいけど。私には気が合わない人が騎士団に何人かいる。そして彼も騎士団のことが気に食わない。理論上、私たちは同じ立場にいる。でも彼の素っ気ない感じ、なんだか代理団長よりも面倒な人みたい。私は関わり合いたくないわ。彼女のこと？不思議なバーテンダーよね。この私と気が合うなんて。彼女は、モンドの酒造業を潰すためにバーで働いていて、私は騎士団に復讐するために騎士団にいる。こんな奇妙な縁があるのね。話せば長くなるけど、ある日、アビス教団の危険物を追跡していたら、たまたま彼女を救出したの。当時、教団の危険物は、一般の貨物を装って、ドーマンポートからリウエイ港まで運ばれていた。彼女はその商船の顧問を担当していて、貨物に問題があることに気づいて、独自に調査していたらしいけど、結局危険な状態に陥ってしまった。私たちの到着があと数分遅れていたら、大変なことになっていたわね。それ以来ずっと連絡を取っているの。彼女の賢いところ、結構好きなのよ。規則を大切にはしているけど、融通も聞いてね。騎士団の人たちも、彼女から学んだらいいのに。それに彼女なら私が探しているあの人を見つけられるかも。私への恩返しとしてね。罪人の経歴なんて知っても得しないわよ。どうせ何をやったって敵視されるし、危険人物とみなされてしまう。これでも今はだいぶマシになったのよ。騎士団に入っていなかった頃は鹿狩りもモンドショップも私に物を売ってくれなかった。だから野外で狩りをしては、食料を自分で調達していたの。
腰を低くして謙虚でいれば許されるかもしれないって、そう人から勧められたけど、それって罪人になったことがないから言えるのよ。罪人は簡単に許される存在じゃない。だったら、正々堂々と正面から復讐した方が格好がつくでしょ？私が負けたら、きちんと言うことを聞く。逆に私が勝ったら、私の要求を満たしてもらう。例えば、ちゃんと物を売ってくれるとか。セピロス騎士団は結構まともね。少なくとも個人の身分よりも、才能を重視するもの。過去に何度か、騎士団の精鋭たちと勝負をしたことがあるんだけど、実力でねじ伏せたわ。そしたら入団の誘いが来たというわけ。騎士団で仕事ができれば、復讐も簡単にできるし、生活も改善される。こんないいことってないでしょ？ローレンス家は、没落してから汚名を背負うことになったの。それまでは栄光に満ち溢れていたけど、そんなことは皆忘れてしまったかのよう。大団長からは、騎士としてうまくやっているし、ローレンス家の栄光を取り戻すとまではいかなくても、偏見に対し正面から立ち向かえているって言われたわ。この言い方、結構私好みなのよね。もし一族の人が、まだそんなことに囚われていて、モンドに手を出そうとしているのなら、彼らとローレンス家の名は、この私が、直々に抹殺する。これが、私が唯一行いたいと思う、一族の役目かな。その後は、適当に名字を変えるわ。あ、そうだ、君がつけてもいいわよ。涼しくなるようなことが好きね。キンキンに冷えたお酒とか、ドリンクを飲んだり、峡谷の峠に座って風に当たったり、ドラゴンスパインの湖に飛び込んで浸かったり、湖のそばを歩いていたら、私に氷水の中に引きずり込まれる、なんてこともあるかもね。酒場の客が多くて相席をするときかな。ローレンス家の人だと知った途端、威張ってくる人や挑発する人、意地悪をする人があちこちからやってくるの。もう、そんなんじゃお酒も飲めなくなるじゃない？手作りのお菓子を作るのが好きよ。といっても、甘いものじゃなくて、トマトアスピック入りエッグロールを冷やしたものね。冷えたラズベリーのミントカクテルに、とても合うの。でもやっぱり、私のお菓子を食べて笑顔になってくれることが一番嬉しいかな。濃厚なスープは受け付けないわ。重い口当たりと満腹感があるから、運動と戦闘に影響が出るし、持ち運ぶのも面倒。私の天敵ね。今日は記念すべき日ね。君の成長は年齢だけに限らない。特製の骨笛を君にあげるわ。私の吹き方を学んでちょうだい。私が君に復讐する時が来たら、その骨笛を吹いてね。そうしたら私を足止めできて、時間稼ぎにもなるし、面白くなると思うわ。戦闘スキルが大幅に向上したわね。でもまだ満足してはいけない。騎士団には非常に勤勉な人がたくさんいる。彼らを倒して復讐を果たしたいのなら、よりもっと前に進まないと。なかなか悪くないわね。今の私の実力なら、代理団長にも勝てる気がする。なかなかは、おかしいわ。君と一緒にいると、力の成長がとても早い。どうやら、君と仇同士になったのは幸運なことらしいね。これからもついていくわ。よし。この憲兵の力は、もうコントロールできる。代理団長どころか、大団長ですら、私を止められないわ。早速計画を立てて、進撃開始よ。セピロス騎士団を倒した後は、君だからね。逃がさないから、おとなしく私のそばにいて、すべてを見届けなさい。わめきなさい。結相せよ。
粉々よ。ジャッジメント砕け散れ。目には目を、兵糧のようにうなれ。装甲の恩、剣票恩を断つ。早く視界が開けたわね。不利な状況ね。迎え撃つわ。やるわね。情けない最後ね。まだやれる。これが罪人の末路。なかなかやるね。遊撃騎士、行動に移る。先方は私が。計画は立てたの？